列王記第1の10章。時にシェバの女王が主の名に関連してソロモンの名声を聞き伝え、難問を持って彼を試そうとしてやってきた。彼女は非常に大勢の有力者たちを率い、ラクダにバルサム油と非常に多くの金及び宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、ここにあったすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。王がわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンのすべての知恵と、彼が建てた宮殿とその食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たち、および彼が主の宮で捧げた全焼の生贄を見て息も止まるばかりであった。彼女は王に言った。私が国であなたの実績とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。なんと幸せなことでしょう。あなたに尽くす人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできる家来たちはあなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神主を褒めべきかな。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし公正と正義と行わせられるのです。彼女は120タラントの金と非常にたくさんのバルサム油と宝石等を王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったほどに多くのバルサム油とは二度と入ってこなかった。オフィルから金を積んできたヒラムの船団も非常に多くの白檀の木材と宝石等をオフィルから運んできた。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮の柱を作り、歌う歌いたちのために盾事や従弦のことを作った。今日までこのような白檀の木材が入ってきたこともなく、誰もこのようなものを見たこともなかった。ソロモン王はその豊かさに相応したものをシェバの女王に与えたが、それ以外にも彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。その他にも交易商人から得たもの、貿易の商人の商いで得たもの、アラビアのすべての王たち及びその地の総督たちからのものであった。ソロモン王は延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シケルの金を使った。また延べ金で盾300を作り、その盾1個に3ミナの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。王は大きな象牙の王座を作り、これに純粋な金をかぶせた。その王座には6つの段があり、王座の背には子牛の頭があり、座席の両側には肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また12頭のおじしが6つの段の両側に立っていた。このようなものはどこの王国でも作られた試しがなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器はみんな金であった。レバノンの森の宮殿にあった器物もすべて純金であって、金のものはなかった。銀はソロモンの時代には価値あるものとはみなされていなかった。王は海にヒラムの船団のほか、タルシュシの船団を持っており、3年に一度タルシュシの船団が金銀象牙猿クジャクを運んできたからである。ソロモンは富と知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていた。全世界のものは神が彼の心に授けられた地を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。彼らはおのおの贈り物として銀の器、金の器、衣服、楽器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきた。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台、騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。王は銀をエルサレムで金の石のように用い、
杉の木を定地のイチジクグアの木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬はエジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用たちが代行を払ってケベから 手に入れたものであった。エジプトから買い上げられ、輸入された戦車は銀600、馬は銀150であった。同様にヘテ人のすべての王もアラムの王たちも彼らの仲買いで輸入した。